はいみなさん、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はこの編みつないだグラニースクエアにをさらにもう一回り二回り大きくしたい。ここにグラニーを足していきたいという方のための動画となります。ではよろしければ最後までお付き合いください。今ね、ちょっと終わりかけなんで、あの、 ちょうどいいタイミングなのでご説明したいんですけど、始めるときは必ず角から始めると、あとがいろいろやりやすいのでね、角から始めるようにします。で、私は角は鎖2目なので、鎖2目をして、そして通常は鎖3をスキップして、最初の長編みのこの2番目の目につなぐのが好きなんですけど、この場合は一番最初の目、鎖の3番目につないでおきます。 さあ、ここからですね、ここから一周編みつないでいくにはどうしたらいいかということをご紹介していきたいと思います。そして最後ですね、平面で編みつなぐ場合もご紹介したいと思います。まず広げていく、全体を広げていく方法についてご説明していきたいと思います。はい、今角にありますね。そしたら角から始めます。そういうことで、鎖さんから始めます。そして、ちょっと U ターンする形にはなるんですけど、この、 角のスペースここに長編みをもう二回入れて最初に角の長編み3を作成してしまいます続いては同じですね各スペースに長編みを三回ずつ入れていきますこちらもはい で、このまま繋いでいって、問題はここですね。この角ですね。ここをどうしようかということで、ここをご紹介していきたいと思います。はい、角まで来ました。さあ、どうしましょう。ここに入れますか。ここに入れますか。いいえ、この間に入れてください。はい、こうすることで。 ここの長編みさんここの長編みさんはいちょうどその間に入れることができますそしてまた次のスペースに入れるということでこの角ですね角それぞれ長編みが2個ずつありますよね2個ずつありますけどこのスペースをスペースとして見るのではなくてこの長編みさんとして見て これも長編みさんとしてみて、このスペースは無視してしまうということですね。で、このポイントを押さえて、この角のスペースに入れて、この間に入れていただくことでバランスが取れるようになります。そして数も均等になります。1、2、3、4、5、6ですね。先ほど1、2、3、4、5でしたので、1つ増えることになります。 はい、えー、前段思い出してほしいんですけども、1、2、3、4、5ですね。その前が1、2、3、4で、その次が1、2、3、4、5ですね。ここを数えるとわかりやすいですね。1、2、3、4、5。ワンサイド5でした。そのモチーフが1個、2個、3個ありますので、5×3 で15個の長編みさんのグループがあることになります。で、これをつないで次の段を編むとすると、16になってますよね。 じゃあ、16個あるか数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。はい、ちょうど16個あります。これでバランスも取れて数も合ってるということになります。そしたら気楽にね、これから進んでいくことができますね。角は鎖を2目入れて、 同じ角のスペースに長編みを3回入れたら、あとは同じように今までと同じ間隔で編んでいけばいいということになります。はい、それぞれ、この角の、この長編みさんの手前まで編んだら、この角の鎖はスキップして、この長編みさんと長編みさんの間に入れてしまうということですね。 はい、もう一度復習です。はい、角が来ましたよ。何個か見ましたか？1。2。3。4。5個編みました。6個目が必要です。ここですか。いいえ、ここですか。いいえ、こちらのこの間となります。 もう本当にこれだけのことです。とっても簡単ですね。はい、えー、最後まで帰ってきましたら、鎖を2目して、そしてえー、っと最初の長編みではなくて、鎖の3番目につないで次の段を編みます。で終わるときはいつも通り最初の長編みで構いません。 つなぐで、あの、また次の段を編む時だけ鎖の3番目につなぎます。そしてまた鎖の3から始めて同じスペースに長編みをもう2回編んで、そして続けていきますとまた次の段を編むことができるわけですね。で、続いてからはもうグラニーが形成されてますから簡単に編むことができます。スペースに長編みを3回ずつ入れていくだけなので簡単に編むことができますよ。 で、続いては17回ですね。というふうに、こうしますと17周目であるということもわかりますよね。はい。で、こういうふうにしておきますと、いろいろな大きさの、あの、グラニーを合わせるときにも、この使い方で、えっ、ー、と、数を調整していくことができるので、楽じゃないかなと思います。これは5周目でしたけど、これが4周目だったら、 12週になりますよね。ということで、次は13回入れるということがわかりますし、例えばじゃあ、あの、応用として違う大きさのモチーフと合わせるときも、13週目の、12週目のモチーフと、これが4週目だったら12週目のモチーフと同じなので、12週目で繋いでっていうこともできるということで、あの、必ずこのサイドの数っていうのが、 ワンサイド何個かっていうのはすごく大事なポイントになりますのでそれを覚えておかれるといいと思います。はい。で、もうここにはすでにスペースができてますので続いて編む時にはグラニーっていうのは一段おきに同じ場所に戻ってきますから今ここの上を編んだ続いてはこの上を編むという形になって そしてよいしょ編めたら続いてはこれをスキップするとこれの上になるということで位置が1段置きに合いますので、まあ、交互に編むことができるということになります。はい、でもここまで来たら、ね、もうトラックに乗ったも同然ですので本当に簡単に編んでいただけると思いますのでいくらでもこの周りを大きくすることができます。 というのが本日の動画となります。で、次回なんですけども、じゃあ、例えばこれ大きくしたけど、全部じゃなくて片側だけを大きくしたいっていうこともあると思います。でそういう場合にどうしたらいいのかについてお話ししたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you for watching and see my next video. Bye bye.